はい、皆さんこんにちは。そう、この間はちょっと、この間はっていうかちょっと続けてなんですけど、福袋、ビレッジヴァンガードさんの福袋を出したと思うんですけど、今回はちょっともう楽しみすぎちゃって、ちょっと開けちゃってしまったんですけど福袋のね、意味がないっていう感じなんですけど、でもそう、自分がこれはちょっとね、動画に出そうか出さないか、もう去年も出したので迷ってたんですけど、まあちょっと雪肌精を買ったよっていうことで、ちょっとね、見せていきたいと思います。正直この高生の雪肌精の福袋買って、入ってたのがこの箱ティッシュと、コットン、コットンも日常品でちょっと使うので、コットンと箱ティッシュと、結構大きいこういう化粧水が入ってましたね、今回は。この雪肌精のね、もうほんと雪肌精しか使わないので、めちゃくちゃ便利でありがたいです。で、前も多分撮ったかもですけど、この保湿のこれが入ってました。で、ラストはこの今から乾燥の時期に効くこの乳液とかも入ってたので、めちゃくちゃね、お得だし、こう雪肌精、肌が本当に綺麗になるんですよ。だからめちゃくちゃ嬉しいですで、そう、福袋ね、この間も買って、今回も、まあ今年ちょっと2つしか買えなかったんですけど、まあね、前の時とかは結構福袋欲しいって、もう何個も欲しいって思ってたんですけど、今年はね、ちょっと仕事っていうのもあって、なかなか行けた日が1日ぐらい、その日にしか行けなくて、まあ、まとめて買ったんですけど、もう人が多すぎて、それどころじゃちょっとなかったですね。で、今回2個買いました。だからちょっとね、これをまあ去年は全然動画出せてなかったってことで、今回のはちょっとした雑談みたいな感じなんですけど、こんな感じです。皆さんもね、今年何か買われたよって方がいたら、YouTube のね、コメントなりいろいろと教えてください。やっぱ皆さんも何されてるのかなって自分は気になるので、まあ、Twitter の DM なりコメントなりとかで教えてください。教えてくださると自分はね、ほんとこんな感じですけど、であとは、そう、ね、コスプレとかもちょっとしたいと思うので、まあ、いつ投稿になるかわかんないですけど、本当にお楽しみにしててください。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。またねー。